今回紹介する方は小玉遥香さんです。 HKT48 の第一期生として活動していた小玉遥香さんは、同じく第一期生の宮脇桜さんと共にエースとして HKT48 を引っ張っていたメンバーでした。人気があり目立つ存在だった小玉遥香さんですが、2016年年末の AKB48 夢の紅白選抜で起こした勘違い事件をきっかけに精神のバランスを崩したとされ、2017年12月に活動を休止。休止後は復帰しないまま、2019年6月首に HKT48 を卒業しました。現在は ABEX に移籍して女優として活躍をされています。女優として再始動した小玉遥香さん、私に会いに来ての制作会見でアイドルに未練はないと語りました。活動休止して復帰することなく引退したため、やり残したことなどあったら後悔が残りそうですが、現在の小玉遥香さんは女優としての将来に目を向けて前向きに頑張っている様子です。今後の小玉遥香さんのご活躍に期待ですね。小玉遥香がいいなと思いましたら、コメントよろしくお願いします。